はいどうも皆さんプロスペです。四国は地方区分では中国地方とまとめられることが多いものの、一つの島となっているために、ある程度の独立性を持っている地域です。そんな四国ですが政令指定都市が一つもなく、飛び抜けて都会である都市がないため、代表都市がはっきりしません。というわけで今回は、四国の二大都市である松山と高松を比較し、四国で一番都会なのはどこかを決めていきたいと思います。まず容姿を人口面で比較してみると、人口と人口密度ともに、松山市が高松市を上回っています。これは森林や農村部も含めた地域全域の値なので、ある程度市街化された地域である、人口集中地区での比較もしてみましょう。人口集中地区で比較した場合でも、人口と人口密度ともに、松山市が高松市を上回っています。市内の人口という面では、松山市の方が優れていると言えるでしょう。特に、人口集中地区人口で松山市は高松市を大きく上回っていますが、これには松山市は高松市に比べて、林野面積の割合が大きくなっていることも関係していそうです。続いて容姿を経済面で比較するために、市内総生産を比較していこうと思ったのですが、高松市の市内総生産が調査されていないようなので、市内総生産での比較は行えません。そこで、企業の生産活動によって新たに生み出された価値を表す指標である、付加価値額を用いて容姿を比較していきたいと思います。ただ、付加価値額と市内総生産は結構違う値になることが多いので、そこには注意が必要です。容姿の付加価値額を比較してみると、高松市が松山市を上回っています。参考程度の値ではありますが、とりあえず高松市の方が経済面では優れているということとしましょう。都会といえば多くの企業が立地しているイメージなので、容姿を企業面で比較してみましょう。容姿の事業所数を比較してみると、高松市が松山市を僅差で上回っているほか、上場企業数でも、高松市が松山市を上回っています。このようなことから企業面では高松市の方が優れているといえ、経済面で高松市の方が優れているということも納得できます。都会といえば小売業が盛んで、多くの買い物客が訪れるイメージなので、容姿を小売面でも比較してみましょう。容姿の年間小売販売額を比較すると、高松市が松山市を上回っています。これは地域全域の値ですので、中心繁華街を比較するにはまた別の指標が必要になります。そこで、商業統計の商店街別年間小売販売額を用いて、高松市は、高松丸亀町一番街前ドーム広場から半径800メートル以内、松山市は、大街道の南入り口から半径800メートル以内を目安とした範囲の、小売販売額を合計した値を、中心繁華街の年間小売販売額の値として使っていきます。容姿のこの値を比較すると、地域全体と異なり、松山市が高松市を上回っています。このようなことになるのは、高松市には郊外型のショッピングモールが多く立地しており、そちらに売り上げが分散しているからだと考えられます。都会といえば交通が発達しているイメージなので、容姿を交通面で比較してみましょう。まず、容姿の代表駅である高松駅と松山市駅の乗降客数を比較すると、高松駅の方が上回っています。次に、容姿の鉄道路線網を比較してみると、容姿とも JR に加えて私鉄が運行していることがわかります。JR の路線は高松市は2路線、松山市は1路線ですが、高松駅に乗り入れる2つの路線はどちらも、高松駅が起点となっているので、JR の路線に関しては容姿は同程度と言えます。また、私鉄に関しても容姿ともに、中心部の駅を起点として3路線が伸びる形となっており、こちらに関しても同程度と言えます。しかし、高松駅からは四国の各県庁所在地に向かう特急列車が運行されています。また、高松市の郊外である堺市から出ている瀬戸大橋は、本州四国連絡橋の中で、唯一鉄道が通っている橋です。そのため、瀬戸内海を越えて岡山に向かう快速マリンライナーが、毎時2本というなかなかの頻度で運行されています。このようなことから、高松駅は四国における最大の交通拠点であり、鉄道という面では、高松市が松山市を上回っていると言えるでしょう。しかし、松山は鉄路の代わりに航路で広島と結ばれていますし、高松にはない路面電車も走っているので、交通という面では、容姿は同程度と言っていいでしょう。都会は多くの人が土地を欲しがるので、地価が高くなる傾向があります。というわけで、容姿の地価を比較していきましょう。容姿の地価を比較すると、最高路線価と工事地価平均ともに松山市の方が上回っています。これには松山市が建築物の高さ規制を行っているため、土地の高度利用が制限されていることも、
多少影響していそうです。この高さ規制があるため、高さ100メートル以上の高層ビルは高松市には2棟ありますが、松山市には1棟もありません。ここまでは市内のみでの比較を行ってきましたが、都市は行政区分で決まるわけではないため、市の範囲を超えた比較も必要です。というわけで都市雇用圏という、通勤率によって都市の範囲を定義する方法を使って、両都市を比較していきます。両市の都市雇用圏を比較すると、人口と域内総生産ともに、高松が松山を上回っています。高松は都市圏人口が地域人口の2倍近いのに対して、松山は都市圏人口が地域人口の 1.2 倍しかないのはなかなか面白いですね。これには、高松と松山で平野部面積に違いがあるという原因があります。両市周辺の航空写真を同縮尺で並べてみると、松山市周辺は高松市周辺に比べて、平野部面積が狭いことがわかります。確かに、松山は周辺のある程度都会な地域を地域に組み込んでいるため、地域人口は多いです。しかし、周辺が山林となっているため、松山は郊外人口が少なくなっているわけです。また、山によって隔絶されている上に、距離もそこそこ離れているので、愛媛県第二の都市である今治市を含み、50万人近い人口を抱える東予地方を、松山都市圏に組み込めていません。このように、県内の人口集積地を都市圏に十分組み入れることができていないことも、松山都市圏の人口が少ない原因となっています。これは、香川県第二の都市である丸亀市を含む、広い範囲を都市圏に組み入れている高松とは、対照的な状態です。ただ、丸亀市を含む6つの自治体は、高松市への通勤率は 10% を切っていますが、高松市の二次郊外や三次郊外として、高松都市圏に組み込まれています。これらの自治体の人口を高松都市圏の人口から引くと、松山都市圏の人口を下回ってしまいます。高松都市圏の人口を評価するときに、この事実はある程度考慮するべきでしょうが、丸亀市から高松市への通勤率は、10% に限りなく近い値ということもありますし、そこまで深刻に考える必要はないでしょう。ちなみに、市内だけを見た場合と、周辺を含めた都市規模の乖離という面では、松山市は人口50万人以上の都市の中でトップクラスと言っていい状態です。都市雇用圏より広域な都市圏が、人口50万人以上の都市にのみ、総務省統計局によって設定されているのですが、都市圏人口を中心都市の人口で割った値は、松山都市圏が全ての都市圏の中で2番目に低くなっています。これはつまり、地域の人口規模に対して、拠点性を発揮する範囲の人口規模が小さいことを表します。こう見ると、松山市の地域人口50万人というのは、実体的な都市規模からすると少し過剰なようにも思えます。流入人口も高松市の方が多く、昼夜間人口比率も高松市の方が高いので、拠点性という面では、高松市の方が優れていると言っていいでしょう。また拠点性の観点からは、高松市は四国を管轄する公的機関が多く立地する、公的拠点都市であることは見逃せません。特に、全国に8カ所しかない高等裁判所の一つが高松市にあるというのは、なかなかすごいですね。基本的に四国は中国地方と一緒に扱われますが、四国を独立させて8地方区分を取るという、珍しいことを高等裁判所はやっているわけですね。さて、ここまで高松と松山を比較してきましたが、結局どちらが都会なのでしょうか？松山は市内人口が多く、路面電車が走っていることもあり、中心部が賑わっています。一方で高松は、都市圏の規模が大きく、多くの公的機関が立地する公的拠点都市です。これらのことを総合的に判断して、今回は高松の方が都会だと判断しました。都会というのはかなりふわっとした概念なので、何を重視するかによって全然変わってくると思います。なので、異論反論があったらどんどんコメント欄に書き込んでいってください。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。